101が上達するスキルワークアウト第2部はシュート編のご紹介です。この動画では1秒以内に打ち切るクイックシュート、乱れに強くなるロバストシューティング、アドバンテージができた時のシュートの考え方といった情報をお届けしていきますので、どうぞ最後までご覧ください。こうね、これをちょっとピックアップしてこうしたいと、まずブレがなくなる。キャッチしてからストップウォッチのタイマースタートして、ここでスタートで、手から離れたらストップ、ここまでで1秒で完結する。1個ポイントを言うとすると、無駄なフットワークをいっぱい踏まない。ただ自分のリズムっていうのはあると思うから、自分のリズムの中で1秒以内に収めて、こう少し自分から落ちに行くような気持ち、落ちると、だから重力プラスアルファは自分から落ちに行く。これは重力だけね。これは重力プラスアルファ突きに行く。そうすると速くなる。床から返ってくる力も大きくなる。でもこれの難しいところは脱力をしないといけないってこと。こうやって踏ん張っちゃうと飛ぶ動作が遅くなるから、タップフットこう飛ぶ。足ついたらこれができるようになると、もっとクローズアウト詰めてくるから、もっとドライブにいけるっていうパニッシュメントを生み出す。乱れに強くなる練習と、そもそも乱れないようにするっていう、この両方を今からやります。バウンドパスでパスしてください。でキャッチと着地同時にして、ディフェンスはどっちか抜けてきて後ろ回って、こっち来たらディフェンスいないの、こっちだよね。そしたらワンドリでフルアップを打ちます。かかとブレーキ、タップフット、ボールピックアップっていうワード3つ覚えて、1の時にかかとブレーキから入ります。こう入る、つま先から入っちゃうと、まず何が起きるかって、止まれないで前に流れちゃう、起きるから、プラップ打つ時はかかとから入ってしっかりストップしてください。こういうイメージ、もう動かない。タップフットはこれ、飛ぶ動作タップフットって言います。でスライドって言うんだけど、これよくあるじゃん。これのデメリットがあるのね。こうサッカーボールとか蹴った後って重心どうなる、ちょっと後ろ倒れるよね。これがシュートで起きてる、こうなる、後ろから蹴ってるからこうなりがちだから、かかとブレーキでしっかり止まって、こう上から下に。これはアメリカに行った時にステフェン・カリーのシューティングをちょっとこう見る機会があって、キュッキュッて音が何もならない、シュートする、もうこういう音が永遠になり続けて、彼はそういう理論のもとでバスケしている。次ボールピックアップね。つま先の向いてる方向に面が向いてるっていうのがベストね。これがねじれちゃうとプレーってうまくいかなくて、ボールは体の外でつくよね。だからこのボール両手で取りに行くと何が起きるかって、こうなる、体が回っちゃう。結構みんな多いこういうケース。これめちゃくちゃブレるから、ドリブルの手で頑張ってちょっと真ん中までこう持ってきてあげる。ちょっとでいいから、ちょっと誘導してあげる。こうで肩のねじれをこうなくしてあげるっていうのが乱れないために必要。こうね、これをちょっとピックアップしてこうしたいと、まずブレがなくなる。ただハンドリングの部分がめちゃくちゃ負荷かかるから、これはめちゃくちゃ練習が必要。タップフットついて沈んでシュート打つって、やっぱクイックに打てないから、タップフットついたらすぐ飛ぶみたいな、すぐ飛ぶ、すぐ OK、 ナイスナイス、いいよいいよ。次は乱れに強くなるためのシューティング、必ずワンドリブルでプルアップシュート打ってください。でディフェンスはパスをしたらどっちかのコーンをタッチしてからブロックシュートに行ってください。こっち来たらそっちへね、こう来るからブロックされる前に早くシュート打って、ゴー、ナイスナイス、オッケー。ここまでノーマーク、これは乱れてないうちの一つ。ただ練習重ねていけばここまで乱れなくなるから、これでちゃんと決めれるぐらいまで練習しとけばいいプラップ打てるようになるから、すぐね、ゴー。
ナイスナイスナイス、いいよいいよ、すぐです、すぐすぐ、ちょっと次ドリル難しくなるからちょっとまず説明聞いて。第一オプションはワンドリブルプルアップシュートです。パニッシュメントカウンターでドライブしてください。ただしファーストオプションドライブになってはいけません。今の説明聞いたから一番やっちゃいけないことやるね。いくよ。やっちゃいけないのこれ、これドライブがファーストオプションになってるからこれはなし。もうワンドリブルのプルアップで打てるんだったらワンドリブルのプルアップで終わって、これを狙ってディフェンスが詰めてきたら打てない間合いの時があるじゃん、打てませんと。そしたらこのカウンターでドライブはありだよっていう、こういうイメージ。カウンターのドライブは今みたいなイメージ。だからワンドリブル打てるんだったらもうとにかく打つ。それでディフェンス詰めてきて打てないなと思ったらシュート狙ってからドライブする。打てんだったら打ってよ。 OK ナイスナイス、イメージそれな、イメージそれだよ、それでいいよ。だから今のが打てない間合いだから、そしたらカウンター出せるように。オーケー、ナイスドライブ、ナイスドライブ、いいよ、いいプレーだよ。プルアップ決めたら2点、ペイントドライブ1点、ディフェンスはブロックしたら1ポイント、5点マッチ、5点マッチ、スタート、レッツゴー、レッツゴー、オーケー、ナイディ、プルアップ第一オプションだからね、プルアップ第一オプションよ。今さブロックされてないからいいんだけど、ボールをこう持っちゃったらドリブルはもうできない。だからドリブルをやめないスキルっていうのが大事。片手でボール扱ってたら最後もう一回カウンターできる。だから持つのちょっと早いからもうちょっとだけ片手で粘ってあげて。オーケーナイスナイス、いいよ、それでいいよ、それでいいよ。プルアップが打てるとディフェンスあれぐらい詰めてきてくれる。これいろんな場所で使えて、ドライブしてキックアウトしますみたいなシチュエーションでも使える。ここから3狙うこういうプレー、これでプルアップ決めれるようになったらディフェンスどうする、こういうプレーが出てくる。プルアップが第一オプションになるとディフェンス引っ張り出せるから、意図的に引っ張り出してドライブする。これ出てこないんだったらもうプルアップ、ドライブします。オフェンスアドバンテージあるからディフェンス出てくるよね。ヘルプに出てきたところが第一オプション、コーナーのディフェンスが出てくるからコーナーがノーマークになる。当たり前だよね。ドライブしたら早めにウィングが潰しに来てスイッチするケースもあるから、あそこだけ見てたらミスが起きるケースも出てくるかもしれないから、逆サイド全体見て早めに出てくるんだったらこっち側散らせるようにボール持ってる。ノーチャージエリアに入られたらディフェンスの負けって駆け引きしてるときに急にボール飛ばすから、マッチアップが変わらない、これリカバリーっていう。そしたらエクストラパスを飛ばすっていうケースあるじゃん、飛ばすメリットある、あんまりないね。だからリカバリーのケースはキャッチアンドシュートメインオプションのパニッシュメントドライブ、ドライブしてここが出てきてこう飛ばします。 OK ストップ、相手がローテーションしてきたらメインアクションはキャッチアンドスリーのパニッシュメントエクストラパス。 OK いいよ。例えばここが早めに出てきてローテーションこうシュート、まずオプションエクストラパスを狙うと下から上に来るケースが出ます。パスコースに手入ったら自分の前どうなってるって考えて、こういうケースになってこうコースに手があったらドライブしましょう。これを2対2の中でいっぱいやりながら答え合わせをしていく。ヘイヘイリカバリー、ナイスナイス、オーケーいいよ、ナイス判断。ヘイボールちょうだい、どんどん行くよ、ローテーナイス、いいよいいよいいよ、いいよオッケー。例えばマークこうなってるじゃん、こうなってストップして、リカバリーだけどシュート打った方がいい時とパスした方がいい時ってちょっとイレギュラーがあるのかね。俺が言ってるのはあくまでその土台の部分だから、それよりいい判断があるんだったらはみ出るべき。コーチが言ってる公式よりいい判断があるんだったら全然はみ出ていいけど、土台なくしていい判断はやっぱりできないから、だからこういうケースだけどもっとワイドオープンあるよね。
そういう判断はもうグッドアンサーだと思うので、そういうプレーは続けて、オフェンスにアドバンテージのある3対3やります。オフェンスはレイアップをメインアクションとしてください。オフェンスにアドバンテージがあったらディフェンスどうする、 OK、 こういういろんな形が出てくる。なので状況に応じてレイアップをメインアクションとしつつ、パニッシュメントでパスをしてください。セオリーはどこにパスしたら一番ロングクローズアウトになるか、こういうケースだったらどこが一番ロングクローズアウトになりそう、そうあっちの方が距離長い、こういうのをしっかり見つける。でロングクローズアウトを作り出すと何が起きるかって、飛んだパスに対して近い人がローテーションするから、そしたらシュートかエクストラパスみたいな判断になる。パスターはちゃんとそういう考えでパスを出す、飛んできたボールに対してどう処理するかっていうのを今の練習をしっかりつなげる。オーケー、グップレイ、グップレイ、いいよ、いいよ。オーケー、ナイス、ナイス。いいよ、いいよ。飛ぶぞ、ボール、来るぞ。ローテ、ローテ、ナイス、ナイス、オーケー。ナイスプレイ、ナイスプレイ。オーケー、ナイスプルアップ、ナイスプルアップ。ちょっと今の1個だけアイディア、アイディア。トリプルスレッドって分かる？こういう姿勢、これはプレッシャーが強いチームにはデメリットがある。もういくらでも詰められちゃう。いや詰めていい、こうで、こうなって、結局このパニッシュメントってドライブじゃん。だからディフェンス周り近いなと思ったらヘッドダウンって言って、こうして上半身倒す。そうしたらまずこの上半身分詰められないし、詰めてきたらもうすぐドライブ行きやすい姿勢作れてるから、今みたいなケースはヘッドダウンしちゃった方がいい。自分たちの強みは何だっけっていうのを常に考えて、やりたいプレーなんだっけって考えて、それに対してディフェンスがどう対応してくるかを見てパニッシュメントって考えた方が頭の中めちゃくちゃスムーズに切り替えられると思うから、どういうディフェンスをしてきてるのかをすぐ自分たちで考えてさっ散らせたら、今みたいに状況判断でプルアップ増えたの分かった。クローズアウトボールに対してプルアップ増えた。それなんでかっていうと、例えばドライブしてキックアウトしたらペイントに人がいるような状態になっちゃう。ただレイアップできないシチュエーションになっちゃう、ペイントの中がごちゃごちゃ。だからプルアップ増えるっていうのはもう当たり前の話になってくると思うので、ちょっとそこも合わせて練習しておいたらいいかな。第2部の練習内容は以上です。根本コーチへのワークアウト依頼は概要欄にリンクを載せてありますので、そちらからご連絡をお願いします。次回第3部ではアウトサイド編のご紹介です。スクリーンを使ってディフェンスを破る練習やショートヘッジ、スイッチの攻め方を紹介していきますので、次回もどうぞお楽しみにしてください。今後も役に立つ情報をどんどん発信していきますので、チャンネル登録をお願いします。動画作成のモチベーションにもつながりますので、皆さんのコメント、グッドボタンもぜひお願いします。